横浜 B コルセアーズは、日本のプロバスケットボールチーム。ホームタウンは、神奈川県横浜市。B リーグ所属。2017年3月11日撮影、B コルセンターにて2019年1月6日、撮影 B コル選手バス2019年1月6日、撮影 B コル選手バス、神奈川県横浜市をホームタウンとして活動する。 神奈川県発のプロバスケットボールチームである。ホームアリーナは横浜国際プール。チーム名の B コルセアーズの B はベバスケットボール、ブルーなどの頭文字、コルセアは英語で海賊、海賊船を意味する。2011年にチーム設立 BJ リーグ参入。2012から13シーズンにリーグ優勝した。 2016年開幕の B リーグでは B1 に所属している。チームカラーは横浜の海と強さを表す濃紺及び赤、白、金。エンブレムは海賊棒の形自体をモチーフとし、海賊棒のお縁が、葉のあざ、エンブレムの溝が、魔の字を形作っている。また、横浜の市花であるバラを取り入れている。発足時の運営会社は、 横浜スポーツエンターテインメント株式会社2015年10月5日以降は株式会社横浜 B コルセアーズ海賊の少年コルスプライマリーロゴに描かれた海賊ミスターコルセアの息子という設定2011から20162016 2016結成時の球団運営は横浜スポーツエンターテインメント株式会社が担当しており 広田和夫が全株を持つ個人オーナー球団であった。チーム結成と2013年の経営危機については、広田和夫の記事、2013年の経営危機からの再建の詳細は、岡本直博の記事も参照。2013年の経営危機以降は、バディ企画研究所が筆頭株主になり、ブースターからも株主を一般公募した。経営再建に際して、 選手契約や試合運営を含め球団運営を大手広告通信社に全面委託しており、2021年まで球団社長及び代表は大手広告通信社の社員が務めていた。バディ企画研究所以外の大手株主は PBI、2018年からは横浜トヨペットなど。2021年現在、球団運営及びチアチームの練習拠点は、 センター機待機のビーコルセンター、チームの練習拠点は、急そごく滝頭の滝頭、会館に置かれている。2010年3月に、新バスケチームの運営会社となる、横浜スポーツエンタテインメント株式会社が設立。7月2日に、チーム母体となる、神奈川県、プロバスケットボールチーム設立委員会が設立された。 2010年8月26日に2011から12シーズンからの BJ リーグへの参入が承認された。設立経緯の詳細は、広田和夫の記事を参照のこと。参入決定後、チーム名とチームカラーの一般公募を行い、455案のチーム名候補が寄せられたが、一般公募案からチーム名が選出されることはなかった。設立委員会では、 チーム名の選定を公募とは別で実施し、応募された候補からチーム名を選ぶのではなく、寄せられた応募名の頭文字を組み合わせて、言霊になる言葉を選んだとの説明で、10月22日に横浜メディアビジネスセンターで行われたブースターパーティーで、新チーム名を横浜 B コルセアーズ、チームカラーをネイビーブルーとすることを発表した。 2011年1月7日に行われたブースターパーティーでチームロゴが発表された。2011から12シーズン経営陣及び指導者は、球団代表は運営会社のオーナーで代表取締役である広田和夫、ゼネラルマネージャーにはチーム発足から関わった神奈川県バスケットボール協会の事務局長で元日本代表の小川直樹。 ヘッドコーチは元 NBA プレイヤーで、サザンメソジスト大学、スマムスタングスアシスタントコーチのレジー・ゲーリーが、就任した。アシスタントコーチには、BJ リーグの大阪へベッサを前シーズンで引退した、勝久マイケルが就任した。マネージャー兼、アシスタントアスレティックトレーナーには、京都ハンナリーズから宮内彩が加入した。球団の第一号選手は、 BJ リーグドラフト会議2011の新人ドラフト一巡目全体一位で JBL リンク栃木ブレックスの山田健二を獲得 JBL 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズから元日本代表の堀田武史と蒲谷雅幸全所属の東京アパッチが活動停止になり7月2日に実施された入団トライアウトを経て入団した木村実。 大分ヒートデビルズから青木隼人、TGD ライズから久山里氏が入団した。久山里氏以外は、地元神奈川県の出身である。また練習生として、関東学院大学キャプテンの河野誠司が入団した。外国籍選手は、関東学院大学から、ファイ・パップムール、NCWA 一部パックマイナス10難、カリフォルニア大学から、 ディフェンジブプレイヤーオブザイヤーを受賞したマーカス・シモンズ、NBA デベロップメントリーグスプリングフィールド、アーマーから、チェイス・マクファーランド、NCWA 一部。ビッグ・イスト・カンファレンス・セント・ジョーンズ大学から、ベスト・シックス・スマン・オブ・ザイヤーを受賞した、ジャスティン・バーレル。開幕直前には、カメルーン、アメリカ国籍の GO シェイが入団した。10月8日。 ホームの横浜文化体育館に前シーズン王者の浜松、東三河フェニックスを迎えて参入初年度のシーズンが開幕。開幕戦はオーバータイムの末に敗れたが、翌日の2戦目で浜松、東三河フェニックスを相手にチーム初勝利を挙げた。シーズン序盤は、 レジー・ゲイリーのシステムの浸透に時間がかかったことと、横浜のインサイド中心のオフェンスに対しての、相手チームの対策に、効果的な対抗ができずに、勝率5割のラインを行き来する戦績だった。2012年2月には、GO ・シェイが退団、イスラエルのエリッツァーやベニー・ BC からドゥレーロン、バーンズが加入、また、BJ リーグの改定された、新人選手契約制度により、 関東学院大学在学中の前田洋介が入団した。後半戦に入ると3月25日の千葉ジェッツ戦から4月29日の仙台十9アーズとの最終戦まで9連勝を記録するとともに、東地区2位に浮上して、プレイオフカンファレンスセミファイナルのホーム開再建を獲得。カンファレンスセミファイナルでは、秋田ノーザンハピネッツを2勝1敗で下して、 ファイナルズに進出、カンファレンスファイナルでは、東地区1位の浜松に87の78で、敗れたが、3位決定戦で、京都ハンナリーズに75の66で勝利して、総合3位で終わった。シーズン MVP、ベスト5にジャスティン・バーレル、最優秀コーチに、レジー・ゲイリーが選出された。クラブは好成績を収めたが、2011年3月11日の、 東日本大震災の影響で企業スポンサーの契約が進まないこと、運営会社の横浜スポーツエンタテインメントのレンタルコート事業が不審であることなどから、球団経営は参入初年度からすでに資金難に直面していることが報じられた。2012から13シーズン経営陣及び指導者に変更はなく、前シーズンからの継続でレジー・ゲイリーがヘッドコーチ、 カツヒサ・マイケルがアシスタントコーチを務めた。外国籍選手はマーカス・シモンズ、ジャスティン・バーレル、チェース・マクファーランドが対談し、岩手ビッグブルーズからトーマス・ケネディ、高松からポールビュートラックが加入した。日本人選手は2011の12シーズンの全選手が継続契約となった上で、前シーズンは練習生の河野誠司が選手契約となった。 シーズン中の2012年12月にポールビュートラックが豊田通商に移籍し岩手からショーン・マロイが入団した。レギュラーシーズン開幕前の9月には台湾で行われた ABA クラブチャンピオンシップに BJ リーグ推薦で出場したが4チーム中4位の最下位に終わった。レギュラーシーズンは開幕説で埼玉ブロンコスに連勝。 2012年12月から2013年1月にかけて9連勝で一度は単独首位に立ったが新潟アルビレックス BB 群馬に連敗で一度は3位に交代したが5連勝で首位新潟を追走したしかし2月にドゥレーロン・バーンズが怪我で戦列を離れたことで得点力が落ち勝ち負けの繰り返しが続いた3月19日に ドゥレイロン・バーンズが怪我から復帰すると、3月19日から23日の5日間に4戦を行うハードスケジュールを4連勝して、再び首位新潟を追撃し、最終戦を前に1位、新潟、1ゲーム差で、B イコール、岩手、富山、グラウジーズの3チームが並ぶデッドヒートの中で、勝利。首位新潟には届かなかったが得失点差で、岩手、富山をかわして、 東地区2位で、プレイオフに進出を決めた。プレイオフカンファレンスセミファイナルでは3位の富山を2勝1敗で、破ると、カンファレンスファイナルの新潟戦では、第4球残り5秒52から52の状況から、ドゥレーロン・バーンズが、ブザービーターを決めて、ファイナルに進出。ファイナルでは、ライジング・福岡を101の90で破り、参入2シーズン目。 関東チーム初のリーグ優勝を達成。最高3ポイントシュート成功率、プレイオフ MVP はファイナルで35得点をマークした、カバヤ・マサユキ、ベスト5に、ドゥレーロン・バーンズが選出された。2012年11月には横浜 DNA ベイスターズの親会社である DNA へと、オフィシャルタイアップパートナー契約を結んだ。 チームが最高成績を収めた一方で、経営状態は悪化の一途をたどり、シーズン後半にはおよそ3億円もの未払い金や、借入金を抱えていた。チーム運営は、危機的な状況でチームを優勝に導いた、レジー・ゲイリーヘッドコーチとの契約も更新できない、状況が報じられた。球団の収入は、目標額の1億5000万円の4割に止まり、 債務超過と運用資金ショートは深刻で、経営破綻に陥る寸前だったことから、横浜経営陣の要請で、BJ リーグが横浜の経営に介入することになり、2013年5月には、選手契約や試合運営を含め、球団運営を、現経営陣から大手広告通信社に3年契約で、全面委託することになった。 以後は大手広告通信社が、横浜ビリー・コルセアーズの経営を担当することになる、チーム消滅を回避するために大手広告通信社のリードで、横浜リバイバルプランを発表した。2013年6月に、球団オーナーの保有している株式のすべてを、一旦、イーゼに、無症状とした上で51、51%を、バビ企画研究所に、無症状として、代わりに、 同社より融資を受け、残りの株式の一部を一般公募で売却することで、運用資金の調達を行った。この時の財政危機の詳細は、広田和夫の記事を参照のこと。2013から14シーズン前シーズンの経営危機を経て、経営陣及び指導者は刷新された。球団運営は、横浜スポーツエンターテインメント株式会社から大手。 広告通信社に委託され、大手広告通信社の岡本直博が、エグゼクティブプロデューサー、上田哲也が新球団代表、高橋進が、ビジネスオペレーション部チーフオフィサーに就任した。旧経営陣からは、旧球団代表及び、伊勢社長の広田和夫が、球団会長に、職務変更となった。指導者は、 レジー・ゲーリーヘッドコーチが退任し、アシスタントコーチ・勝久マイケルが、新ヘッドコーチに就任した。また、青木・ハヤトが現役を引退し、アシスタントコーチに就任した。マネージャー兼通訳として、松尾直也が就任した、外国籍選手は、トーマス・ケネディ、ドゥレーロン・バーンズ、ファイ・パブ・ムール、ショーン・マロイの4人全員が退団し、トーマス・ケネディとショーン・マロイは、島根、 ドゥレーロン・バーンズは、沖縄、ファイ・パブ・ムールは、千葉に移籍した。日本人選手は、木村・ミノルが岩手に移籍した。新加入は、富山から堀川隆一、千葉からマーク・ウィース、グレー、新州からウェイン・マーシャル、マッド・リーグ・メイン・レッド・クローズから、オマー・リードと契約した。2013年12月に前シーズンに、横浜に所属したマーカス・シモンズと再契約した。 2013年のトライアウトで、コンコーディア大学アーバイン校から兵藤健人が練習生として入団し、シーズン途中の2014年2月には改めて選手として契約した。シーズンは序盤から勝率5割のラインを推移し、マーカス・シモンズが復帰した2013年末に4、連勝して白星を先行させたが、2014年1月には4、 連敗を喫し、以後は、白星が先行することはなかった。シーズン後半まで、プレイオフ圏内争いに加わったが、最終的には24勝28敗で、プレイオフ圏内の6位に3ゲーム差のイースタン7位に、終わり、チーム創設3シーズン目にして、初めて、プレイオフ進出を逃した。2014から15シーズン経営陣及び指導者は、変動はなく、 ヘッドコーチは、勝久マイケル、アシスタントコーチは、青木・ハヤトが、継続契約となった。マネージャー兼、アシスタントアスレティックトレーナーの宮内綾が、アスレティックトレーナーに専念とする、職務変更があった。外国籍選手は、オマーリード、マークイース、グレー、マーカス・シモンズが対談し、オマーリードは、広島、マークイース・グレーは、メキシコ・シバコパのレオスでエマシオ。 マーカス・シモンズは NBAD リーグのフォートウェイン・マッドアンツに移籍した。日本人選手は、堀田ケ志が現役を引退した。新州から斉藤洋介、イタリア2部、セリエ A にバスケットのアゲートサービスイモラから、ウォーレン・ナイルズ、仙台から、ジャーフロー、ラーカイが加入した。横浜ギガスピリッツからは、西谷良一が、練習生として入団した。 シーズン開幕の5試合は3勝2敗とまずまずの戦績だったが10月19日の青森戦においてウェイン・マーシャルが膝を負傷11月15日の福岡戦で悪化させて離脱11月23日の岩手戦でジャーフロー・ラーカイが膝を打撲したことで出場可能な外国籍選手はウォーレン・ナイルズだけになった 横浜は練習生の西谷良一と11月29日の奈良戦前日に契約を締結してキューバをしのぐとともに12月4日には D リーグオースティンスパーズからカイルマーシャルを獲得したが外国籍3人が同時出場可能なレギュレーションの BJ リーグを外国籍選手2人で戦うのは非常に厳しく実際に横浜が 外国籍選手二人になった11月15日から12月末までの成績は2勝12敗と大きく負け越し、この時にチームワーストの12連敗を喫した。12月20日の新潟戦で、ジャーフロー、ラーカイが復帰、2020年1月15日には、長野からカールホールを獲得した。さらに1月17日には、 ウェイン・マーシャルが復帰したことで、インサイドの強さを取り戻したチームが復調を果たし、プレイオフ進出圏内をリーグ最終盤まで争ったが、終盤戦では重要な試合での敗戦が重なり、最終的には、プレイオフ圏内の8位には1ゲーム差で届かず、2年連続でプレイオフ進出を逃すイースタン10位でシーズンを終了した。 2015から16シーズン2016年からの B リーグ開幕を前に BJ リーグの最終シーズンとなる。経営陣及び指導者に大きな変更があった。2013年の経営危機以降、横浜スポーツエンタテインメントが大手、広告通信社に球団運営を委託する形だったが、この年にイーゼは解散となり、2015年10月5日付で、 新運営会社株式会社横浜 B コルセアーズが発足した。2013年からエグゼクティブプロデューサーとして横浜 B コルセアーズの経営に参画してきた大手広告通信社の岡本直博が代表取締役 CEO に就任し、球団発足時からの旧経営陣は新運営会社及び球団経営からは手を引くことになった。また新会社では 銀行出身の平野武氏が取締役に就任し、財務を担当する体制となった。指導者は、勝久マイケルヘッドコーチが退任し、青木隼人アシスタントコーチがヘッドコーチに昇格した。このシーズンは、アシスタントコーチが空席となった。外国籍選手は全員退団し、ウェイン・マーシャルは、島根。 ジャーフロー、ラーカイはイギリスに渡りマンチェスタージャイアンツ、ウォーレン・ナイルズは D リーグのオクラホマシティブルー、カイル・マーシャルはスペイン2部、レブオロのアクテル・フォルカ・イエダに移籍した。日本人選手は、斉藤洋介は、長野、久山里氏は、広島ライトニングに移籍した。全シーズン途中に練習生契約から選手契約に移行した、西谷良一は、 2015から16シーズンは再度、練習制契約となった。新加入は、元新州のエマニュエル・ウィリス、フィンランドカリスリーガの KTP バスケットから、コーリー・ジョンソン、ドイツのサイエンス・シティ・イエーナから、ジョーダン・ヘンリケス、ロバーツ、富山から稲垣篤・アツ順天堂大学から菊山・キ一が入団した。開幕6試合で3勝3敗と5分のスタートとなったが、 エマニュエル・ウィリスがチームにフィットせずに開幕から1が月足らずの10月20日に対談10月24日に前シーズン終了後に対談していたカール・ホール。10月31日に広島ライトニングに移籍した久山里氏と再契約しチームに復帰した。シーズン序盤の20試合では11勝9敗と勝率5割を超える成績を残した。 2016年に入ると、堀川隆一、久山聡志、河谷正幸、コーリー・ジョンソンが、次々と怪我で離脱する緊急事態となり、さらに、稲垣敦氏が2016年2月に、アキレス腱断裂で、シーズン内の復帰が絶望的になった。全シーズン後に練習生契約になっていた、西谷良一と、再び選手契約を行い、 選手層を厚くする手こ入れも言ったがこうそうせず、2月、3月で2勝14敗という大失速を起こし、3シーズン連続でプレーオフ進出の可能性を失った。最終成績は19勝33敗で2年連続で、東地区10位だった。シーズン表彰では、ヘッドコーチが変わり、5シーズン目となる記念すべきシーズン。 リーグ全体で7番目となるブースターが来場。昨シーズンから127%以上の観客数となり、チームを後押しした。との理由で、ベストブースター賞を受賞した。B リーグ発足まで2015年4月3日、新リーグの運営母体として、日本サッカー協会最高顧問の川渕三郎を代表者とする、一般社団法人ジャパンプロフェッショナルバスケットボール。 リーグの設立が発表され、横浜も新リーグへの参入を発表した。多くのチームがトップリーグである一部への参入を目指した中で、当初、横浜は一部入りは JPBL の念頭に入っておらず、実際に7月30日に中途発表された一部参入確定チームのリストにも入っていなかった。 横浜市など行政からの強力な支援の取り付け、増資による債務超過の解消、有力スポンサーの獲得、ブースタークラブ会員の大幅増などのアピールが実り、2015年8月29日の JPBL 総会において一部参入の追加6クラブの一つとして、横浜 B、コルセアーズが選出されたことが発表された。追加6クラブの発表時に、 JPBL 川淵チェアマンが最後の1ヶ月で大逆転をしたクラブもありましたと発言があり、発表後の質疑応答において大逆転があったのは横浜。市長自らが動かれたことと有力スポンサーがかつてなかった金額を拒出するということがありました。当初はまるで念頭に入っていなかったんですが、アリーナその他を含めてあげるべきだということで、 最後に大逆転がありました。とのコメントがあった。B リーグ参入時には、横浜 DNA ベイスターズを保有する DNA からの資本参加の交渉が行われたが、横浜 B、コルセアーズが2013年の経営危機からの累積赤字を抱えていたこともあり、時期尚早として見送られた。2016から17シーズン指導者は、GM の小川直樹、 ヘッドコーチの青木隼人が留任し、空席だった。アシスタントコーチには、愛心 a w ウィングスのテクニカルスタッフだった、サシア・ショータが就任した。マネージャー兼通訳の松尾直也は、フロントスタッフに就任し、新任のマネージャーは、広島ドラゴンフライズのヘッドマネージャーの池野友人が、就任した。新任の通訳には、山形から厚見雄大が加入した。 トップチーム人権費は1億1854万円。選手構成は大幅に刷新となり、山田健二、河谷正之、菊山喜一、堀川隆一の4選手だけが、BJ リーグ時代からの継続契約となり、山田は、チームキャプテンに就任した。前田洋介、河野誠二は、サイバーダイン、つくばロボッツ、西谷良一は、アースフレンズ東京 Z に移籍。 稲垣厚氏、兵道健と、久山里氏は引退。外国籍選手は、ジョーダン・ヘンリケス、カール・ホール、コーリー・ジョンソンの3人全員が退団した。新加入選手は、旧、NBL 所属選手が中心となり、新生横浜 B コルセアーズチームの各という位置づけで、三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ名古屋から JBL、得点王で、 元日本代表の河村拓也、熊本ボルターズから高島和隆、サイバーダイン、筑波ロボッツから港屋康、礼被殺家サッシュ。と、細谷正志、また、BJ リーグの新潟アルビレックス BB から、横浜が、BJ リーグ2012から13シーズン、優勝メンバーであるファイパップガツリュウが、帰化選手として、再加入、また、2014年に、 現役引退したバスケットボール元日本代表、デンソー・ワイリスのアシスタントコーチを務めていた元日本代表の武田健が現役復帰した上で横浜と契約した。外国籍選手はコソボのシガル・プリシティナからジェイソン・ウォッシュ・バーン、シガ・レイクスターズからジェフリー・パーマーが加入した。2016年9月22日、B リーグ開幕戦で渋谷に敗れ、続く。 川崎、三苑戦も落とし開幕から5連敗で、スタートダッシュに、失敗、6戦目の10月9日の三苑戦で、B リーグ初勝利を挙げた。負けが先行する苦しいシーズンが続く中、途中加入戦力として2017年1月には、インカレ3連覇を果たした、つくば大正4年、U、U-24 日本代表の三田常太郎が、特別指定選手として入団。 2月には、東海大学の岩田良太が入団した。一方で、成績は一向に上向きにならず2017年2月5日の、千葉戦から3月12日の琉球戦まで8、連敗を喫した。連敗が続いていた、最中の2017年3月18日に、青木隼人ヘッドコーチの体調不良に伴う欠場が、発表され、差しア,アシスタントコーチが、 ヘッドコーチ代行を務めた。この3月18日の大阪戦で、ついに連敗を止めたが、その後も、青木ヘッドコーチは、体調不良による欠場が続き、3月31日に、青木ヘッドコーチの契約解除と差しや、アシスタントコーチのヘッドコーチ昇格が発表された。ヘッドコーチ交代後も、不上のきっかけを全く見出せないままチームは不審に、あえぎ、 3月19日の大阪戦から4月22日の新潟戦まで泥沼の10連敗を喫した。連敗中の4月5日には、羽田ビッキーズのヘッドコーチを務めていた、古田悟をアシスタントコーチとして招聘した。4月23日の新潟戦に勝利して11連敗は阻止したが、翌4月23日の川崎戦から、 シーズン最終戦の新潟戦まで、さらに5連敗で、シーズン終了。最終成績は16勝44敗。ヘッドコーチ交代後の13試合は1勝12敗であった。この結果、中地区最下位、総合順位も18チーム中17位で、B1 残留プレイオフ出場が決定した。B1 残留プレイオフ1回戦は、 東地区5位の秋田ノーザンハピネッツと対戦。第1戦で横浜、第2戦で秋田が勝利し、第3戦では横浜が勝利したため2回戦進出が決定した。2回戦の富山グラウジーズとの対戦で敗れたため、B2 リーグ3位、西地区の広島ドラゴンフライズと B1、残留プレイオフ残留決定戦を戦い。 横浜が勝利したため、横浜の B1 残留が確定した。2016から17シーズンプレイオフの詳細は、横浜 B コルセアーズ成績を参照のこと。第92回転のオハイは、B1 リーグ戦11月28日終了時点での、各カンファレンス上位4クラブが、出場権を得るレギュレーションであり、5位以下の横浜は、出場権を得られなかった。 2016から17シーズン終了後の決算発表では営業収入は6.1億円、営業費用は6.0億円で6520万円の営業利益、税引き後で95万円の黒字となった。2017年には DNA からの要望で球団買収交渉が行われた。早急な経営権の異常を求める DNA 側に、 対して、横浜 B コルセアーズ側は経営破綻寸前のチームを支えた大手広告通信社及びスポンサーや市民株主の支持を得ながら段階的に DNA の持ち株比率を上げていく形での買収を望んでいた点など条件面において両者で折り合うことができなかったため9月には交渉が頓挫した12月には DNA は 同じ神奈川県下の B1 川崎ブレイブサンダースを買収することで東芝と合意したため、横浜との買収交渉は破断に終わっている。2017から18シーズン指導者は、チーム発足以来 GM を務めていた小川直樹が退任。サシヤヘッドコーチは、アソシエートコーチに、職務変更になり、新ヘッドコーチには、アソシエートコーチの古田悟が就任した。 マネージャーの池野友人は、西宮に移籍し、新人として、広島ドラゴンフライズのヘッドマネージャー宮本望む、拓殖大学男子バスケットボール部オレンジクラッシャーズ、マネージャーの小野隆大が就任、アスレチックトレーナーに鈴木翔が就任した。トップチーム人件費は2億79万円。選手構成は、ファイパップガツ龍が、福岡、堀川隆一が、香川、 岩田亮太が3円、菊山喜一は奈良に移籍した。新加入として、昨シーズンは京都でチームキャプテンを務めていた佐藤拓也、ドミニカン大学カリフォルニア校から U-24 日本代表の田戸亮が加入。同じ U-24 日本代表からは、三津田常太郎も前シーズンの特別指定選手としての活動を終了して横浜に入団した。 また、開幕直前には、2009年の NBA ドラフト一巡目2位で、メンフィスグリズリーズに指名された元、NBA プレイヤーのハシームサビートが加入した。2016から17シーズンのチームキャプテンには、港や安、礼彦塚佐主が就任した。本年より、レギュラーシーズン開幕前に、カップ戦として、B リーグアーリーカップが開催され、2017年9月、 1>, 1から3日に開催された関東大会に出場した。横浜ビーコルセアーズは、この大会をリーグ戦への準備として利用する方針だったこともあり、千葉ジェッツとサンロッカーズ渋谷に連敗して、関東大会6チーム中6位に終わった。レギュラーシーズンでは、シーズン開幕直後の2017年10月9日、レバンが北海道戦の試合中に、 右足アキレス腱断裂の負傷。ジェイソン・ウォッシュバーンは練習中に左足アキレス腱を負傷で戦線を離脱。港屋は治療を続けながらコーチとしてチームに帯同。ウォッシュバーンは米国で治療と回復を行うために11月7日に契約解除となった。横浜はシーズンの開幕からつまずくことになり、最初の10試合を2勝8敗。 昨シーズンに続き大きく負け越すスタートとなった。11月には7日にウィリアム・マクドナルドがジェイソン・オッシュバーンと入れ替わりで入団したが、11日の富山戦でジェフリー・パーマーが右膝内側即副人体損傷で離脱。12日の富山戦では武田健が左頭骨炎異端骨折で離脱と負傷者が続出する事態となった。 28日には前シーズン栃木ブレックスをリーグ優勝に導いたヘッドコーチである元日本代表監督のドーマス・ウィスマンをアドバイザーとしてチームに迎えることを発表したスタートダッシュのつまずきからの復調はならず成績は全く上向きにならないまま12月3日時点で4勝15敗と低迷を続けた十二月に入ると古田ヘッドコーチが 体調不良を理由とした欠場が続き、サシアアソシエートコーチが代行として指揮を取った。22日には成績不振を理由とした古田ヘッドコーチの契約解除とサシアヘッドコーチの再就任が発表された。サシアヘッドコーチ再就任後に若干成績は上向いた時期もあったが、2020年2月17日の 三延戦から3月25日の三河戦まで昨年に続くチームワースト対記録の10連敗など巧妙の見えないままの敗戦が続き4月27日に行われた名古屋ダイヤモンドドルフィンズ戦における敗戦で2シーズン連続の B1 残留プレイオフ出場が決まった最終成績は18勝42敗で中築6チーム中6位 総合順位は18チーム中16位である。2016から2017シーズンの17位から一つ順位は上がったことで残留プレイオフのホーム開再建を手に入れたとはいえ2年連続の会に沈む結果となった。B1 残留プレイオフ1回戦はホーム横浜文化体育館で西地区5位の西宮ストークスと対戦。ゲーム一を落としたがゲームに 3を練習して1回戦を突破。B1 残留プレイオフ2回戦は、中地区5位の富山グラウジーズとの対戦となったが、接戦の末横浜が勝利して、B1 残留が決定した。2017から18シーズンプレイオフの詳細は、横浜 B コルセアーズ成績を参照のこと。本年度から、 B1、B2 所属の全チームが出場するレギュレーションに変更された第93回転のオハイではン次ラウンドからの出場となったが同ラウンドで千葉ジェッツに敗れて敗退した。2017から18シーズン終了後の決算発表では営業収入は7.12億円、営業費用は7.06億円で600万円の 営業利益で前年からの増収増益を達成。税引き後で約200万円の黒字となった。2018から19シーズン経営陣を呼び、指導者はサシヤヘッドコーチが退任し、広島のヘッドコーチに就任した。前シーズン途中からアドバイザーを務めたトーマス・ウィスマンが、横浜の新ヘッドコーチに就任した。また前シーズンは空席だった。 ゼネラルマネージャーには、スーパーバイザー兼、ゼネラルマネージャーとして、元、BJ リーグコミッショナーで、B リーグテクニカルアドバイザーを務めていた、川内俊光が就任した。トップチーム人権費は2億2880万円選手構成は、三田城太郎が名古屋に移籍、山田健二が広島に移籍した。肩谷正幸と佐藤拓也が新州に移籍した。 これにより BJ リーグ時代及び2012から13シーズンの優勝を経験した選手は全員チームを離れた。2017から18シーズンのキャプテンは港やや、港谷康、霊ひさつか佐主に加え、細谷をキャプテンと同等の立場の CEO キャプテンとする、ダブルキャプテン体制になった。新戦力は、富山から橋本直昭、小原翼、中村大二、広島から、 ハンターコート、八王子からエドワード・モリスが加入。モリスは、加入時点では、米国籍だったが、9月3日付で、日本国籍の取得したためシーズンでは、帰化選手扱いになった。外国籍選手として、米国ベルモント大学から、アマンゼーゲケゼ、ベリーズ代表のチャールズ・ガルシア、ジャボン、マックレアが加入した。全体的に見れば、選手の半分以上が入れ替えになる。 大幅な刷新となり、チーム平均年齢も2017から18シーズンの31.3歳から27.9歳と、3歳以上、若返った編成となった。リーグ戦開幕前のアーリーカップ関東では、初戦で、千葉に、大敗、5位決定戦で、川崎に敗れ2年連続の再位に終わった。開幕説の富山、京都、 ホーム開幕説となった富山に5連敗と、開幕から厳しいシーズン序盤となったが、続くホーム滋賀戦で、今基礎勝利を挙げた。続く新潟には2敗、渋谷には1勝1敗で、10月の成績は3勝7敗に終わった。10月26日には、チャールズ・ガルシアの契約解除、翌27日に、プリンス・イベの加入が発表された。11月は、新潟、 3円、大阪、福岡戦の6連敗も含め1勝8敗と、低迷が続く中、大阪戦以降試合から外れていたエゲケゼの契約解除が11月30日に発表された。第94回天皇杯では2次ラウンドからの出場となり、12月1日の1回戦では、信和建設に勝利したが、2日に行われた2回戦で、千葉ジェッツに大差で敗れ敗退した。 同試合ではハンターが相手チーム選手との交錯時に負傷、左膝前十字人体断裂、同、内側足幅人体損傷による全治6ヶ月の長期離脱となった。12月7日にアーサー・スティーブンソンの加入が発表された。川崎との神奈川ダービーでは39点差での大敗での12月のスタートとなった。富山戦も34点差で大敗したが、 大阪戦では大接戦の末に連勝、東京、新潟、琉球には大差での敗戦が続いたが、大晦日の琉球戦では接戦を制し、12月は3勝7敗で終わった。15日にはジャボン、マックレアの左肘負傷による一時帰国、25日には対談が発表された。26日にはブランドン・コストナーの入団が発表された。 2019年1月の最初のホームゲームでは、名古屋と大接戦で1勝1敗、3円にオーバータイムで敗戦、川崎にも敗れ、秋田に1勝1敗、三河にも敗戦したことで1月は2勝6敗に終わった。また1月23日の川崎戦で、ブランドン・コストナーが、右足関節三角人帯損傷で3週間の離脱、30日の三河戦で、 イベが左足三角人体損傷で3週間の離脱となった。2月は3円に1勝1敗、福岡に1勝1敗で2勝2敗で終わった。1月の負傷以降にベンチ外となっていたイベを2月28日に契約解除し、同日にジョナサン・ホームズの加入が発表された。3月は三河に1勝1敗、千葉に連敗、川崎に敗戦。 北海道に連勝したが、栃木、三河、川崎に連敗で3勝9敗となり、残留プレイオフ圏内から抜け出せない状態が続いた。シーズン最終月の4月には、8日に3月24日の栃木戦での初出場以降は、ベンチ外が続くジョナさんに対して、様々なコンディションの問題、との理由で、8日付で契約解除が発表された。 9日の B リーグの理事会で B1、西地区の福岡に来期の B1 ライセンスが交付されなかったことで福岡の B1 降格が確定したため残留プレイオフ圏内はワイルドカード会4チームから福岡を除く会2チームに変更になったが4月9日時点では16位横浜17位福岡18位北海道という順位のため 横浜は依然として残留プレイオフ圏内にあった。4月の戦績は、過去にシーズンと同じく、リーグ終盤の大失速となり、三河、三円三河、富山、新潟との試合では接戦となった試合もあったが、結果的に全敗で、クラブ新記録となる13連敗を喫して、シーズン終了。最終順位16位が確定。 三年連続の残留プレイオフ出場が決まった。四月は0勝8敗とついに一勝もできなかった。B1 残留プレイオフ一回戦は、ホーム特計セキュリティ、平塚総合体育館で、東地区6位のレバンが北海道と対戦。ゲーム1を選手したが、ゲーム2、3で連敗して一回戦敗退。しかし、福岡の B1 ライセンス執行と、 B2 プレイオフの結果により、B1 残留が決定した。2018から19プレイオフの詳細は、横浜 B コルセアーズ成績を参照のこと。2018から19シーズン終了後の、決算発表では、営業収入は8.1億円、営業費用は8.7億円で5,948万円の、営業損失で前年からは増収減益となる。 また2012から13シーズンの経営危機の時に、いった、経営陣に対する、貸付金の貸し倒れ消却が発生したことから、約1億円の赤字となった。2019から20シーズン、BE カレージアス、40分間ゲームを通じて、インテンシティを高く保つ、チームとなるために、総力、ディフェンス意識、技術、フィジカル、メンタル両面でのスタミナ、 チームプレイヤーであること、ハングリーであることを大原則とし、そしてポジションに合わせて必要なスキルを求めるというトップスローガンが発表された。キャプテンには、多度良、今年から新設された、オフコートキャプテンには、小原翼が就任した。経営陣及び指導者、スタッフは、2016から2019まで3シーズン連続で、 B2 への広格危機に陥った責任を取る形で、代表取締役 CEO の岡本直博が、取締役に職務変更となり、新代表取締役には、球団代表の上田哲也が就任した。ヘッドコーチのトーマス・ウィスマンは留任したが、スキルコーチのフェス・アービン、ストレングスコーチの千葉秀才、アシスタントトレーナーの片岡良太が対談した。一方で、 チーム創設時から、横浜の中心選手だった、山田健二が、チーム編成、強化担当兼アシスタントコーチに就任した。他は、アシスタントコーチに、島根スサノーマジックから福田翔吾、ストレングスコーチに、横浜のアカデミー事業から高橋亮、トレーナーに茨城ロボッツから水野明宏が入団した。また、 通訳兼練習生として、沢地サミュエルジュニアが入団した。通訳の厚見雄大が川崎に移籍した。トップチーム人権費は2億5720万円選手構成にも大きな変更があり、2016年の B リーグの開幕以来、中心選手として活躍してきた、河村拓也、細谷正港谷康、霊彦塚佐主、高島和隆が対談。 河村は、シーホース三河は、細谷は、秋田ノーザンハピネッツに移籍、港谷は引退、高島は、3X3 チームオーナー兼選手としての活動を続けながら、B リーグ復帰を目指すとの発表があった。外国籍選手は全員退団し、アーサー・スティーブンソンが、PBA、ブラックウォーター・エリートに移籍、ブランドン・コストナーが、香港の東方・愛玉隊に移籍した。 また2018から19シーズン特別指定選手の中村大二は退団し、法政大学バスケットボール部も退部して、京都ハンナリーズに入団した。新入団は、千葉ジェッツ船橋から、秋チェンバース、シーホース三河から行原秀正、レバンガ北海道から牧明、金沢武士団から秋山光太が入団、また、外国籍選手は、 2016から18シーズンに、横浜に在籍していたジェイソン・ウォッシュ・バーンが1年半ぶりに、チームに復帰、ヤロバグループビレディエスパーバスケットバルから、カイル・ワシントン、NBAG リーグ、ウエスト・チェスター・ニックスからジョルジー・ゴロマンが入団した。9月7日には、入団から1が、月足らずで、カイル・ワシントンが退団、入れ替わりで、プエルトリコのコピーターネスであるシボから、 レジナルド・ベクトンが入団した。特別指定選手は、ビーフマン、エグゼのホール100オン・アレックスが入団した。リーグ戦開幕前のアーリーカップ関東では、初戦で、宇都宮に、敗戦、5位決定戦で、川崎に敗れ3年連続の再位に終わった。2019年10月、第1節北海道との開幕戦は、 接戦を繰り広げながら連敗、第2節ホーム開幕の秋田戦でシーズン初勝利を挙げた。秋田との2戦目は、令和元年東日本台風上陸のため2020年2月12日に順延となった。三延戦に勝利、島根に1勝1敗、新潟には、ダブルオーバータイムの大接戦の末に勝利し、B リーグ3入以来4シーズン目で初めて戦績が、 勝ち越しとなった。名古屋に連敗で10月は4勝5敗で、10月終了時点の、樹民は中築2位である。11月は、滋賀に1勝1敗、大阪と川崎に連敗で1勝5敗で11月終了時点の、樹民は中築2位である。第95回天皇杯では2次ラウンドからの、出場となり、11月30日の1回戦で、 レバンが北海道に敗れ敗退した。11月8日には、通訳兼練習生の沢地サミュエル・ジュニアが、東京サンレーブスで、選手として復帰するために退団した。公認の通訳には、ブリティッシュ・コロンビア・クリスチャン・アカデミーのポイントガードだった、カイ・マが就任した。11月16日には、ビーコルの創立期を支えた、カバヤ・と、 山田賢治の引退セレモニーが行われ、二人の背番号である3、13を永久欠番とすることが発表された。12月は新潟に連勝したが、川崎、アルバルク東京、千葉、三園、三河に8連敗を喫し、2勝8敗。中地区5位、全体17位まで順位を落とし、今シーズン初めて残留プレーオフ県内に入った。 12月5日には、ジョルジー・ゴロマンは、より、チームコンセプトに適した選手を新たに獲得するため、ジェイソン・ウォッシュバーンは、アーリーカップ宇都宮戦で発症した、腰椎椎間板ヘルニアの治療のためとの理由で、契約解除が発表された。12月6日には、2017から18シーズンに、横浜でプレーした、ウィリアム・マクドナルドの再獲得と2018から19。 シーズンにシーホース三河でプレーしたジェームズ・サザランドの入団が発表された。ウィリアム・マクドナルドは1ヶ月の短期契約である。1月は渋谷、新潟に連敗し、2019年からの11連敗、続く川崎戦で勝利して、ようやく連敗を止めたが、琉球、富山に連敗して1勝6敗。中地区5位、全体17位で、 引き続き残留プレイオフ圏内が続いた。1月3日には、1ヶ月の短期契約だった、ウィリアム・マクドナルドが2018から19、シーズン契約への変更が発表された。1月29日には、特別指定選手として、青山学院大学の赤穂ライタが入団した。15日の新潟戦、22日の川崎戦、25、26日の琉球戦、 29日の富山戦では、クラブ判断との理由で、ウィスマン HC が欠場し、福田コーチが代理で指揮を取った。2月は、大阪に1勝1敗、東京、秋田に連敗、渋谷に1勝1敗、28、29日に予定されていた、宇都宮戦は、新型コロナウイルスの日本国内での感染拡大防止のため4月25、26日に延期となり、 2勝5敗。中区5位、全体17位だった。2月1日には、チームの成長と結果が結びつかないという理由で、ウィスマン HC との契約解除が発表された。同日中に、スタッフ体制の変更が発表され、福田アシスタントコーチが、ヘッドコーチ、山田アシスタントコーチが、アシスタントゼネラルマネージャー兼アシスタントコーチに、職務変更が発表された。 27日には、ホール100ンアレックスが特別指定選手としての活動を終了し、新たに2019から20シーズン選手契約を締結した。特別指定選手として、筑波大学の菅原明が入団した。また同日には、不詳のリハビリに専念するという理由での、ハンターコートの契約解除が発表された。3月の試合も新型コロナウイルスの 日本国内での感染拡大防止のために、4日の富山戦が4月15日に延期、7、8日の京都戦が5月3、4日に延期、11日の富山戦が4月30日に延期になった。14、15日の三河戦は無観客開催で開催されたが、3月16、17日にリーグ側と選手会各クラブで改めて議論を実施。 その結果、3月20日から4月1日にかけて開催する B1 リーグ戦、B2 リーグ戦の中止を決定した。横浜は29節3円戦、30節富山戦31節、3円戦32節三河戦の6試合が開催中止となった。25日には、レジナルド・ベクトン、ウィリアム・マクドナルドの一時帰国が発表された。27日には、 B リーグから B1 第33節以降、B2 第31節以降の全試合の中止、ポストシーズンの中止が発表された。今シーズンの降格はなしと決定したため、3月は14、15日の三河戦で1勝1敗、中地区5位、全体16位でシーズンを終了、並びに2020から21シーズンの B1、残留が決定した。 2019から20シーズンのリーグ表彰では、人気番組への出演をきっかけに、新たなファン層を取り込んだほか、積極的に世間へ B リーグを広める活動が評価された度量が密布を受賞した。2019から20シーズン終了後の決算発表では、シーズンが途中で打ち切られたことで入場料収入が減ったことに加えて、 スポンサー収入が4.5億円から3.8億円まで減少したことが響き、営業収入は7.2億円に止まった一方、営業費用は8.0億円で前年から、減収減益となり7970万円の営業損失、単年で約8208万円の赤字となると同時に2年連続の赤字で5300万円の債務超過に陥った。 通常時の B1 ライセンスは3年連続赤字あるいは債務超過のいずれかに該当した場合には交付されない規則であったが新型コロナウイルスの日本国内での感染拡大の影響から B リーグでは2019から20と2020から21の決算については判定条件から一律に除外する決定を下したため横浜に B1 ライセンスが発行された 2020から21シーズンチーム創立10周年を迎える2020から21シーズンの B1 リーグは東西2地区制で横浜は B1 東地区に所属した。チームスローガンは Be humble be hungry 謙虚さを大切に自分に忠実であり他人を尊重することを大事に同時にもっと成功する。 試合に勝つという貪欲な気持ちは忘れないというチームの方向性を表している。SKA 人及び指導者は2013年の経営危機以来再建をリードしてきた元代表取締役 CEO の岡本直博が取締役を退任し大手広告通信社の代表取締役に就任した。またゼネラルマネージャーの川内俊光がエグゼクティブアドバイザーに 職務変更。ゼネラルマネージャーには、代表取締役社長の上田哲也が兼務となり、アシスタントゼネラルマネージャー兼アシスタントコーチの山田、ケンジは継続となった。全シーズン途中から指揮を取った、福田翔吾ヘッドコーチは退団して、新潟のヘッドコーチに就任し、新任ヘッドコーチは、フランス LNB リーグで、選手、ヘッドコーチとしての経験を積んだ。 米国人のカイルミリングが就任した。その他のコーチ、マネージャー、通訳のスタッフ陣は前シーズンからの継続となった。トップチーム人件費は2億6660万円選手。構成は、前シーズンからの継続が、秋山幸太、生原秀正、小原翼、武田健、レジナルド・ベクトン、秋、チェンバース、エドワード・モリス。対談は、多度量。 ホール100音、アレックス、橋本直昭、牧明、ジェームズ・サザランド、ウィリアム・マクドナルド、特別指定選手の菅原明と、赤穂ライターを含めて8名。牧明は、北海道、田戸寮は、広島、ホール100音アレックスは、越谷に移籍した。赤穂ライターは、青山学院大学救われる図を退部して、特別指定選手で、千葉、橋本直昭は、 島根に入団した。新入団選手は、前シーズンは、西宮ストークスの特別指定選手だった、明治大学の須藤昇や、三河から森川正明、新潟から森井健太、フランス LNB、プロアブーレーザクバスケット道徳軍から、チェコ代表のパトリック・アウダ、リーグ戦開幕直前の9月18日には、島根からロバート・カーターが入団した。キャプテンは、 イクハラオフコートキャプテンは、小原翼と、森井健太が就任した。外国籍選手は、新型コロナウイルスの日本国内での、感染拡大防止の影響で、日本入国に厳しい制限が続いていたため、シーズン開幕の9月もカイルミーリング HC、レジナルド・ベクトン、パトリック・アウダ、ロバート・カーターの4名は入国できない状態が、続いた。 9月10日から、B リーグ外国籍選手の条件付きでの入国が、認める方針が定まったことから、9月12日に、レジナルド・ベクトン、23日にカイルミ・リング、10月3日に、パトリック・アウダ、16日に、ロバート・カーターの入国が発表された。入国に際しての条件は、現地出発前72時間以内の、コロナウイルス検査での陰性の証明、 日本入国時に空港でコロナウイルス検査の受験14日間の自主隔離などである。レジナルド・ベクトンは9月28日からシーズン開幕後にはカイルミリング HC が10月8日からパトリック・アウダが10月20日、ロバート・カーターが11月2日にチームに合流した。第96回天皇杯は B1 リーグ戦の2019から20シーズンにおける 暫定順位上位8チームが出場権を得るレギュレーションであり、横浜は出場権を得られなかった。シーズン開幕前の2020年8月には、武田県の左ハムストリングに配られ、須藤昇屋の右足関節粘座、幾原修章の室外骨骨折が発表された。また、練習生としてけどリック・ストックマン・ジュニアの加入が発表された。 8月24から29日には、特計セキュリティ、平塚総合体育館で、トレーニングキャンプを実施した。9月には、9月7から12日に小田原アリーナで、トレーニングキャンプを実施。最終日の12日には、茨城ロボッツと練習試合を行った。9月26日に、練習生のケドリック・ストックマン・ジュニアが、練習生契約を終了しし、 特別指定選手としての加入が発表された。同日に練習生として横浜ビリー・コルセアーズユースチーム出身のキング界の加入が発表された。10月は開幕節の新潟とは1勝1敗、滋賀に1勝1敗、アルバルク東京に2敗、千葉に敗戦、秋田に2敗、富山に敗戦で10月は2勝8敗の成績。10月終了時点で東地区10位。 11月は、名古屋に2敗、北海道に勝利、三河に2敗で11月は1勝4敗。11月終了時点で、東地区10位。12月は、渋谷に、敗戦、三円に連勝、新州に1勝1敗、秋田に1勝1敗、島根に1勝1敗で5勝4敗となり、12月終了時点で、東地区8位。12月15日には、 エドワード・モリスの左膝軟骨損傷による離脱が発表された。19日には東海大学の河村勇希が特別指定選手契約が発表された。2021年1月は島根に2勝、北海道に2敗、千葉に敗戦、広島に1勝1敗で3勝4敗に終わり、1月終了時点で東地区8位。1月1日には ケドリック・ストックマンジュニアが特別指定選手としての活動終了及び2020から21シーズンの選手登録が発表された。11日に先週大学キング会の特別指定選手契約が発表された。2月は京都に1勝1敗、富山に1敗、島根に1勝1敗、川崎に2敗で2勝6敗。2月終了時点で東地区8位。 2月6日の京都戦で、ロバート・カーターの左足底筋肉離れ、10日の富山戦で、エドワード・モリスが、右足ひらめ筋肉離れ、20日には、アキ・チェンバースが、右足関節内有利体の摘出手術のため、チームから離脱した。28日の川崎戦で、河村祐希は、特別指定選手としての活動を終了した。3月は、渋谷に一勝 琉球に2敗、宇都宮に2敗、川崎に1敗、富山に2敗、宇都宮に1敗で1勝8敗。3月終了時点で東地区9位。3月11日に秋山幸太が練習中の負傷、右足関節捻挫による軽骨後下骨座症による離脱が発表された。12日にキング会が特別指定選手としての活動を終了した。19日には、 武田健が、今シーズン終了後の現役引退、カイルミリング HC の、今シーズン終了後の対談が発表された。20日には、生原ハ章が、左膝系コ骨ツコツ座章による離脱が発表された。4月は、北海道に勝利、宇都宮に敗戦、渋谷に2敗、アルバルク東京に B リーグ開幕以来初勝利、千葉に2敗、新潟に勝利で3勝5敗。 4月終了時点で東地区8位。4月3、4日の大阪戦は前日に大阪の選手の新型コロナウイルス感染症要請判定を受けて中止。3日の試合は28日に大体4日の試合は消滅した。10、11日のアルバルク東京戦は東京に所属する選手の濃厚接触者判定を受けて中止。 4月21日と5月5日に大体となった。17日の渋谷戦で、イ原が、右手腫状骨骨折の受傷。残り試合は治療のために欠場することが発表された。5月は、新潟に一勝、アルバルク東京に一勝で2勝0敗で全日程を終了。2020から21シーズンの最終順位は、東地区8位、総合16位だった。 6月18日のフィバアジアカップ2021予選チャイニーズ大帝戦でアキチェンバースが日本代表に初選出された2020から21シーズン終了後の決算発表では入場料収入は前年と同程度だった一方でスポンサー収入が3.8億から2.4億まで大幅に減少し営業収入は6.2億円に止まる一方で 営業費用は8.0億円で1億7800万円の営業損失で2年連続の減収減益となり、単年で約1億6000万円の赤字となった。3年連続の赤字で、累積の債務超過は2億2600万円に拡大した。特に、スポンサー収入の落ち込みが顕著で、2018年度の4.5億円から2年で2.4億円まで減少した。 ことが大きく影響した。通常時の B1 ライセンスは3年連続赤字、あるいは債務超過のいずれかに該当した場合には交付されない規則であり、横浜はその両方の条件に当てはまるが、新型コロナウイルスの日本国内での感染拡大の影響から B リーグでは2019から20と2020から21の決算については、 判定条件から一律に除外する決定を下しているため、横浜に2021の22シーズンの B1 ライセンスが発行された。2021から22シーズン B1 リーグは東西に蓄成で横浜は B1 当地区に所属した。チームスローガンは Dare to be e b o a d 経営陣及び指導者は大幅に刷新された。経営不振の責任を取る形で、 植田哲也がシーズン開幕前の2021年9月15日に代表取締役を退任し取締役に職務変更。新代表取締役は株式会社フィールドマネージメント執行役員の白井栄介が就任した。横浜ビリー・コルセアーズは2013年の経営危機以来初めて大手広告通信社以外から経営者を迎えることになった。 新体制では新 B1 参入を明確な目標として掲げ参入条件を満たすために2024年度末のトップリーグ参入要項の審査に向けて平均来場者数4000人を達成する経営目標を表明した。また2020から21シーズンで引退した武田健が GM に就任し元 GM エグゼクティブアドバイザーの川内俊光は退団した。 カイルミリング HC とアシスタントコーチの加藤翔鷹は対談し、広島ドラゴンフライズのヘッドコーチ、アシスタントコーチにそれぞれ就任した。後任のコーチは、新潟アルビレックス BB アソシエイトコーチの青木、隼人がヘッドコーチに就任した。青木、隼人は2016から17シーズン以来4期ぶりの、 横浜ビリー・コルセアーズ HC への復帰になった。アシスタントコーチには、熊本ボルターズの選手権員アシスタントコーチの西谷良一が就任。マネージャーの宮本望と小野隆大が対談し、新球団長崎ベルカのヘッドマネージャー、アシスタントマネージャーにそれぞれ就任した。新任のマネージャーは、 レバンが北海道から薄いまっすアースフレンズ東京 Z から中村瞳が入団。トレーナーの水野明宏が、仙台八十九アーズに移籍、鈴木翔が、富山グラウジーズに移籍し、ストレングスコーチの高橋良が、デベロップメントコーチに、職務変更、京都ハンナリーズから藤田元博が、ストレングス&、 コンディショニングコーチとして加入、アスレティックトレーナーとして、シーホース三河アシスタントトレーナーの山口智也、ネブラスカ大学科にニーから新卒で、宮川楓が入団した。また2017年まで、メディカルトレーナーとして、チームで活動した、横浜市スポーツ医科学センターの理学療法士の玉木達也が、新たに、アスリートパフォーマンスディレクターとして就任した。 通訳のカイマッサ氏は、現役選手に復帰することになりバンビシャスならの、通訳兼練習生として、移籍、後任は、元青森ワッツ通訳の山沢武人が就任した。選手構成は、前シーズンからの契約継続が、イクハラ・ヒデマサ、レジナルド・ベクトン、エドワード・モリス、パトリック・アウダ、森井健太、須藤・ノボルヤ、森川正明の7名。イクハラが、 昨季からのチームキャプテンを継続する体制となった。ケドリック・ストックマンジュニアは、大阪へベッサ、ロバート・カーターはサンエイネオ・フェニックス、秋山・コ太は、京都・ハンナリーズ、秋・チェンバースは、群馬・クレイン・サンダーズに移籍、武田健・健と小原・翼は現役を引退した。新入団は、VTB ・ユナイテッド・リーグへなしクラスのヤースクから、レートン・ンハモンズ。 群馬クレインサンダーズから小牧正也、京都ハンナリーズから大場学明、大阪エベッサから土アリスター次世が入団した。また特別指定選手として、横浜 B、コルセアーズユースから、ジェイコブス賞が加入した。開幕前日の10月1日に、横川電気ワイルドブルーから安倍流星が加入した。チーム練習は7月13日に始動。 一時キャンプは8月23日から29日まで、厚木市、小木の運動公園体育館で実施。二時キャンプは9月6日から11日まで、平塚市、特計セキュリティ、平塚総合体育館で実施した。2021年10月は、川崎に2敗、新州に2勝、渋谷に1勝1敗、島根に1勝1敗。 秋田に一勝で五勝四敗東地区六位だった。31日に天皇杯三次、ラウンド八回戦に出場、B に香川に敗れて、初戦敗退した。31日の天皇杯香川戦で、土アーリスター時世が尾骨を骨折し、全治六週間の負傷を負った。11月は、三河に一勝一敗、群馬に一敗。 宇都宮に2敗で1勝4敗東地区8位だった。12月は北海道に2敗、川崎に2敗、千葉に1敗、滋賀に1勝1敗、琉球に2敗、新潟に1勝で2勝8敗東地区9位だった。20日には東海大学の河村祐希との特別指定選手契約、泉州大学のキング会との2021から202シーズン選手契約が発表された。 2022年1月は大阪に一勝一敗、東京との2連戦は開催中し、秋田との2連戦、広島との一戦、千葉との2連戦の9試合が予定されている。1月2日、3日に対戦した大阪エベッサの選手2名が、1月4日に新型コロナウイルス感染症の陽性判定を受けたため、全選手とスタッフが、 PCR 検査を実施し1月6日に、パトリック・アウダ、レジナルド・ベクトン、イクハラ・修省の3名が、新型コロナウイルス感染症の陽性判定を、受け隔離と療養となった。また、アルバルク東京所属選手1名の、新型コロナウイルス感染症陽性判定を受け、管轄保健所による、濃厚接触者の調査を行った結果、 アルバルク東京所属選手6名が濃厚接触者と判定され、B1B2 リーグ戦試合実施要項第6条第3項第3号に規定する試合エントリー要件を充足できないため、B リーグ規約第55条第2項第2号,第2号に則り、1月8、9日の試合開催中止が決定された。2月は渋谷との一戦。 北海道との2連戦の3試合が予定されている。3月は、宇都宮との2連戦、秋田との1戦、群馬との1戦、山円との2連戦、千葉との1戦、京都との2連戦の9試合が予定されている。4月は、富山との2連戦、新潟との1戦、江東京との2連戦、茨城との2連戦、広島との1戦、群馬との2連戦、渋谷との1戦、 茨城との2連戦の13試合が予定されている。5月は、新潟との2連戦の2試合が予定されている。リーグ戦個人別タイトルポストシーズン2016から17、ポストシーズン B 一残留プレイオフ1回戦は、アウェーザナアリーナ秋田で、東地区5位の秋田ノーザンハピネッツと対戦。第1戦では、秋田の猛攻をしのぎ、78から75と勝利。 第2戦では一時は、横浜が逆転するも、終盤秋田に逆転されてしまい、64から65で赤敗。特別ルールの第3戦では、第1クォーターを5から12と大きく引き離されるが、第2クォーターは、驚異的な追い上げを見せ、2点差と追い詰めた残り1秒で、河村拓也が3ポイントシュートを決めて、17から16で劇的な逆転勝利を果たす。 この結果、2勝1敗で残留 PO、残留決定戦進出を決める。B2 自動降格は免れた。B1 残留プレイオフ残留決定戦は、国立代々木競技場、第2位体育館で中地区5位の富山グラウジーズと対戦。第3区オーターでは、横浜が粘りを見せるも、71から79と、富山に及ばず。横浜は B 1 B 2、B1B2、 入れ替え戦に残留の望みを託す。B1B2 入れ替え戦では B2 リーグ3に西地区の広島ドラゴンフライズと対戦。試合は序盤から横浜が優位に進める。第2クォーターでは広島の反撃により4点差に迫られるも横浜は終始安定した戦いぶりを見せ、ウォッシュバーンや河村、細谷、パーマーが危なげなく試合を有利に進め。 74から53で横浜が勝利し、B1 残留を果たした。2017から18ポストシーズン B1 残留プレイオフ1回戦は、ホーム、横浜文化体育館で西地区5位の西宮ストークスと対戦。第1戦はきっ抗した試合になったが、横浜のミスとターンオーバーから西宮が少しずつリードを広げる展開となり、 横浜も第4クォーターに追いすがったものの83から86で敗戦。横浜は第2、3戦の連勝以外は B に降格が確定するという崖っぷちに追い込まれた。第2戦も序盤は第1戦に勝利して勢いに乗る西宮の優勢で進んだが第2クォーターに横浜が構勢に出て大量リードを奪い返した。第2戦の終盤は両。 チームとも第3戦を見据えてベストメンバーを温存する戦いになったこともあり横浜は今シーズン初の100点ゲームとなる102から81で圧勝した特別ルールの第3戦は前半は西宮が優位に試合を運び8から11の西宮リードで折り返したが後半残り2分36秒で横浜が逆転に成功 20から18で西宮に勝利し、B1 残留プレイオフ2回戦への進出が決定した。B1 残留プレイオフ2回戦は、中立地、片柳アリーナで中地区5位の富山グラウジーズと5月19日に対戦。観客数は満員の2887人。富山とは2016の1017シーズンの B1。 残留プレイオフ2回戦でも対戦していたため、2年連続の同じ顔合わせとなった。立ち上がりから激しいディフェンスを仕掛けたと山に、気負いが出たのか第1クオーター開始から2分弱で、早くも5ファウルに達してしまう。この直後に、横浜が、河村、サビート、ウィリアム・マクドナルドらの連続得点により14から0のランに成功。 1> 第1クォーターは21から12で横浜がゲームの主導権を握る展開となった。第2クォーターも立ち上がりは横浜が好調でさ、ビートのアリウープや三田のブロックショットなどのビッグプレイも決まり、徐々に富山との点差を広げていったが、終盤は富山がペースを握り返して連続得点に成功したため、第2クォーターは20から22で富山リード。 前半トータルでは41から34の横浜リードでの折り返しとなった。後半、第3クォーター開始からは、前クォーターからの構成を続けると山が、サム・ウィラードと、ウト・ナオキを中心とした猛攻を仕掛け、本日最大となる0から17のランで逆転に成功した。横浜も、点差を引き離されないために、懸命の反撃を見せ、ここから、 一進一退の攻防が続いたが、第3クォーターは17から26で、富山の大量リード。横浜は、第1クォーターで獲得したリードをすべてない、トータルでも58から60で富山が上回った。最終第4クォーターも、富山の攻撃が好調でサム・ウィラード、ウト、大塚博士ドラの得点により、 残り4分10秒で62から71で、富山の9点リードに広がり、残り時間が少なくなるとともに、横浜の形勢振りが増してゆく、厳しい展開となった。しかし、この局面で、三津田の 3P シュート成功から、流れが大きく変わり、サビート、河村、細谷の連続得点で追い上げ、残り1分46秒で、 三津田のフリースロー成功でついに73から73の同点に追いつき、残り1分10秒でさ、ビートのスティールが成功、河村のアシストからパーマーが 3P シュートを成功させ、ついに横浜が76の73で逆転した。ここから、残り時間のポゼッションをめぐって、双方の選手のプレーに、激しさが増し、両チームともにファウルとフリースローが続く展開となり、 残り23秒で、富山のデクスター・ピットマンのフリースローが2本決まり、77から76という横浜がわずか1点でのリードで、横浜のポゼッションを迎える。ここで富山は、ファウルゲームを選択。川村が、ファウルで得た、フリースローを2本とも決め、残り16秒で79から76の3点差に、広がる。 富山はこのポゼッションで 3P シュートで同点に追いつくことに勝負を託し、大塚とウトが連続 3P シュートを放つが、この直前に投入された高島和隆の好守備などに阻まれて、両方とも失敗。大接戦の末、最終スコア79から76で横浜が勝利したことで、2018から2019シーズンにおける、 横浜の B1 残留が決定した。2018から19ポストシーズン B1 残留プレイオフ1回戦は、ホーム、平塚総合体育館で、東地区6位のレバンが北海道と対戦。第1戦は、外角からのシュート精度が上がらない横浜を、デイビッド・ドブラスラインサイド陣が好調な北海道が、序盤で圧倒。2球6分には、 北海道のリードは20点に達し、ワンサイドに近い試合展開となった。挽回を図る横浜は、ブランドン・コストナーの 3P シュートが連続成功し、北海道の構成のリズムを崩しかけたが、直後にブランドン・コストナーは4ファウルでベンチに下がった。前半終了間際には、河村のブザービート 3P シュートが決まり、 横浜が10点差まで詰める形で前半を終了した。後半は、ブランドン・コストナーの代役になったエドワード・モリスが、攻守にわたる活躍を見せ、アーサー・スティーブンソンが、リバウンドダッシュ力で、北海道を、ゴール下で圧倒、またここに来てやっと、横浜ガード陣のシュート精度が回復し、追撃体制に入った。北海道は、バイロン・ミュレンズにボールを集めて、 リードを守るべく対抗したが、横浜の攻勢を止められずじりじりと点差が詰まり、3球終了時に5点差となった。4球も立ち上がりから、フルコートで、追い上げのギアを上げる横浜に北海道は、主勢一方の展開になった。北海道は引き続きバイロン・ミュレンズにボールを集めて、逃げ切りを図ったが、 ここまで、ほぼフル出場のミュレンズに疲れが見え始めたのか、シュート精度が目に見えて落ちたことで、北海道の得点力が急失速した。残り7分13秒で、横浜が同点に置き、その後は、一進一退の攻防が続いたが、勢いに勝る横浜が逆転に成功。大事な初戦を制した。第2戦は、立ち上がりから、 両チーム外国籍インサイド同士の点の取り合いになったが、アーサー・スティーブンソンのリバウンドダッシュ力はこの試合でも際立っており、ゴール下での強さで大きく上回る横浜が優勢に試合を進め、前半は47から41の横浜6点リードで折り返す。3級の北海道はインサイドに加えて横浜のゾーンディフェンスの弱点を突く 3P シュートによる、 アウトサイド攻撃が次々と決まり一気に横浜を逆転焦りが出た横浜は大黒柱のアーサー・スティーブンソンを4ファウルでベンチに下げたことで失い3球は19から27トータルスコアで3点の北海道リードで最終4、9に入った4、球は点差がなかなか縮まらないまま最終盤を迎える北海道の2点リードでの残り4秒には これが入れば、逆転のブランドン・コストナーの 3P シュート、そのリバウンドから河村拓也が、再度 3P シュートを狙ったが、いずれのシュートも外れてしまったところで、タイムアップ、第2戦は、僅差で、北海道が制した。特別ルールの前後半5分の、第3戦は、立ち上がりから、横浜のブランドン・コストナーが好調で、前半5分間で8得点。 後半には河村拓也、アーサー・スティーブンソンの得点で、残り3分39秒で14から7の7点差まで、横浜がリードを広げて試合を優位に進めた。しかし、目前の勝ちを意識したのか、ここから横浜のリズムが急速に悪化し北海道の猛追を受ける。北海道は後半残り2分で、 デイビッド・ド・ブラスを退場で失い、絶体絶命のピンチに陥るが残ったバイロン・ミュレンズが奮闘を見せ、ここから0から15のランで横浜を逆転。横浜は結局、後半残り3分39秒から1点も取ることができず、14から22で北海道が勝利し、B1 残留プレイオフ1回戦は北海道の勝ち抜けとなった。例年であれば、 この B1 残留プレイオフ1回戦で負けたチームは、その時点で B2 広格であったが、この年は B1 福岡が B1 ライセンスを執行し、B2 プレイオフで B1 ライセンスを持たない、新州ブレイブウォリアーズと群馬クレインサンダーズが1位、2位に入ったことで、B1 広格枠が1チームだけになり、前述の B1 ライセンスを執行した福岡が、 高格確定していたことで、横浜は昇格ルールに助けられる形で、B1 残留プレイオフの結果によらずに、B1 残留を確定させた。2019から20ポストシーズン2020年3月27日に、新型コロナウイルスの日本国内での感染拡大防止のため、B リーグがプレイオフを含む全試合の中止を決定した。横浜は、 リーグ最終戦となった3月15日時点では、ワイルドカード10位で残留プレイオフ圏内だったが、この決定により2019から20のポストシーズンは実施されなかった。2020から21ポストシーズン2020年4月27日に2020から21シーズンのレギュレーションが発表され、横浜が所属する。 B1 リーグからの降格枠なしとなり、シーズン終了後の残留プレイオフは行われないことになった。また2020から21シーズンの横浜は、東地区8位で、チャンピオンシップへの進出もできなかったため、このシーズンは、ポストシーズンへの出場がなかった。 2021から22ポストシーズン2021年4月13日に2021から22シーズンのレギュレーションが発表され、横浜が所属する B1 リーグからの降格枠なしとなり、シーズン終了後の残留プレイオフは行われないことになった。リーグ戦、ゲーム差はうちは、プレイオフ権との差をそれぞれ表している、個人別タイトル個人チーム広田和尾枝哲也、 岡本直博上田哲也白栄介小川直樹川内俊光上田哲也武田健レジゲーリー勝久マイケル青木隼人尺屋翔太古田悟郎尺屋翔太トーマスウィスマン福田翔吾カイルミリング青木隼人か谷正ま山田賢治港屋康麗久塚佐主細谷正さ伝渡り良育原修章を注釈ありがとうございます